国の宮朝彦神皇明治24年10月25日は、日本の皇族。伏見宮宝家神皇の第四王子。通称に、中川の宮田多数。意味名もたびたび改名している。皇順皇后の祖父であり、上皇、秋人の祖,祖父、天皇徳人の皇祖父にあたる。北朝第三代、都皇天皇の男系十五世子孫。天保七年。 任公天皇の勇士となり、翌天保八年に、新王宣言、政権の名を貸しされる。天保九年に特度して、御子党の法意皆を賜り、奈良幸福寺達中、一条院の門主となる。嘉永五年、正錬院門跡の第四十七世門主につき、法意皆を尊有と改める。正錬院が旧門跡で、淡田口の地にあったことから、 歴代文主同様昇霊民宮、または、淡田宮と呼ばれた。その後には、第228世天大雑にもついている。孫遊入道親王は、日米修好通商条約の直虚に反対し、江戸幕府13代将軍、徳川家定の将軍軽視問題では、一橋義信を支持したことなどから退労、伊伊直助に目をつけられ、安政6年には、安政の大国で、 隠居へ蓄居を命じられる。このため、少年院宮を名乗れなくなった、孫優入道親王は、小国寺達中の警報権に遊居して、師匠陰宮と呼ばれた。いい退郎が、翌万円元年に、桜田門外の変で暗殺され、文久2年に赦免されて復帰した、孫優入道親王は、同年には、国寺御用係として調整に参画。 翌文久3年8月27日には減続して中川の宮の宮号を名乗る。一般にはこの中川の宮のらが知られている。文久3年前半は長州藩を中心とした尊王上位白業が朝廷の主流だった。そして尊上派の志士たちの朝廷工作活動は、いかに朝廷に幕府を制御させるかという点に目標が移っていた。それが、 大和行幸の御事乗りだった。公明天皇が大和に行幸し、その際に天皇自ら上位のための軍議を開き、それによって自動的に幕府から軍事権を呼びし政権を取り返すという企てである。その上で直居を待たずに条約を批准した幕府にこそ最も上位を実行すべき責任があり、当然取るべき責任を取らせようという算段でもあった。 後部合体派の領袖であった中川の宮は、長州白業や尊上倒幕派の志士たちから嫌われ、牧泉らの格策によって、西国沈武士として都から遠ざけられそうになった。しかし中川の宮はこれを誇示し、政敵であり長州派の有力者の一人だった、太宰卒、有栖川の宮たる人と新にその役目を譲った。さらに中川の宮は、京都守護職を務める合図藩主、 松平片森や、この時期藍津藩と友好関係にあった薩摩藩と手を結び、急進的な倒幕と上位結構を唱える長州白行と長州藩を計から排除しようとし、彼らを嫌い幕府を信頼していた、公明天皇から内位を引き出し、8月18日の政変を行う。同年元服を済ませて、朝彦の意味名を賜り、新郎人間職の二品男女院に任じられる。 以後は、男女院の通称である、院宮とも呼ばれた。8月18日の政変により、長州白行と、長州藩勢力が、朝廷から駆逐されると、朝彦新郎や関白二条成行は、公明天皇の信任を受けるが、これは同時に、下野した長州藩士や長州系、尊上志士たちの、恨みを買うこととなり、陰謀の宮などと呼ばれるようになった。源氏元年、 稲葉国鳥取藩士、河田秋浦を中心とした一部の尊上派は、朝彦新郎邸への放火や松平片森の襲撃を計画、長州藩と長州白行との連絡役でもあった、ここを春太郎に大量の武器を用意させた。しかし、計画途上で、古高が新選組に捕らえられ、6月5日の夜に関与していた、ものの多くが潜伏していた三条木屋町の旅館。 池田屋で通し、もしくは捕獲された。この年、宮郷を中川の宮から、火曜宮に改めた。京都御所南方の旧京霊門院の女院御所跡地に、屋敷が与えられ、火曜宮は、火六千五百国で、宮家の列に新しく加わった。同年七月十九日、長州藩兵が京都へ攻め上る浜栗五門の変が、勃発、その懲戒として幕府は、 前後二度にわたる長州政党を行ったが、一度目は、長州藩のあっけない降伏により、短期間で集結、慶応二年に行われた二度目の聖伐では、長州藩の前に敗北を重ねる中で、幕府は十四代将軍、徳川家持を病で失い、同年九月に、実質的な敗北の元と長州藩と和睦した。十二月には、家持の後を追うように、公明天皇が崩御し、 明治天皇が即位、それに伴い尊上白業が築次復権。朝彦親王らは、朝廷内で急速に求心力を失ってゆく。一方幕府では十五代将軍となった徳川義信意表をつく、大政奉還によって、国政の主導権を確保しようとしていた。慶応三年十二月九日、正午書会議において王政復古が決定し、これに伴い、長州藩主、 毛利高地下、毛利リ厚広厚や、有栖川のみあたる人親王、中山忠康、三条、美美、岩倉智美らすべての倒幕派、尊上白行が復権。朝彦親王は明治元年8月に、徳川義信へ密集を送るなど親望を、企てたとして、親王位を剥奪され、広島藩預かりとなった。翌明治2年3月6日には、秋国で遊兵されることとなった。 明治3年うるう10月、政府から京都の伏見宮邸に護送する命令が下り、帰京した。明治5年1月、近親を説かれて伏見宮家の一員に復帰する。同年7月、東京移住を命令されるものの、京都で暮らし続ける。明治8年4月、一大宮家となる。同年5月、新たに国の宮家を創設する。 明治16年7月11日、二大皇族に劣勢られた。明治20年、次男国の領が病弱のため、三男国飛行を刑視と定める。明治22年の旧皇室転半成立により、国のみやを含むすべてのみやが永世皇族となった。明治8年7月、伊勢神宮の採取に就任する。かつて、天台座数を務めたこともあることから、 神道会と仏教会の両方における養殖を務めた珍しい例と言える。神職を育成する数少ない大学、工学館大学の創始者としても知られるほか、神脳が書き残した日記は、朝彦神脳日記と呼ばれ、幕末推進資料として重視されている。明治24年10月25日、S 上結腸開業のため皇居朝彦神脳は、 父の放火神皇と同様に相当な勢力下であり、若年時には神社の御子を孕ませるなどの逸話を持つ。減俗してからも子を多く作った。朝彦神皇母制殺母は、京都府京都市東山区今、熊野南谷町の千入寺内にある。朝彦神皇母には、守るさむ神皇母と年子内神皇母が、隣接している。NHK 大がドラマ民放。ありがとうございます。